サヨナラのその口火となる右中間のツーベースヒットを打ちました駒田。得点3対3の同点。冷静さも欲しいなと思いますね。なるほど、146それだけまだ危険度が多いということですよね。はい、空振り三振149構えます。今日はフリーバッティングではもっぱらライト打ちを練習しておりました。アルボール気持ちがやっぱ強いんじゃないですか。はい、そして山倉ツーストライクノーボールと追い込まれています。カウント2エンド1追い込んでいます。これは